2号艇大場聡選手です。ゲストおめでとうございます。ありがとうございます。まずはエンジンの仕上がり具合を教えてください。そうですね。全体的にバランスが取れていい状態だと思います。はい。特にここがいいというところも。そうですね。試運転の足よりレース足の方が感じがいいんですけども、全体に出足とか回り足がいいと思うんですけど。はい。今日は何か作業を考えてらっしゃいますか？そうですね。ペラの微調整でね、少しでも上積みできるようにしていきたいと思います。はい。今日は2号艇ということですが、コース選択などをどのように考えてらっしゃいますか？多分ね、ピット離れで一緒だと思うんでね、多分枠なりの2コースから行くと思うんですけどね。はい。では最後にファンの方に向けて一言お願いします。そうですね、ちゃんとスタートを決めて1コーナーしっかり回って優勝できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。